コクレ TV でーす。はい、2人ともだってメガネ完全にレンズ入ってません。入ってません。嘘メガネやはい、では今日はもう先生に教えていただきたいと思うんですけれども、はい、今日もちょっと買い物に使える韓国語を教わりたいと思います、うん、はい、はい、今日聞きたいのは新しいものありますかっていう言葉を知りたい。なんか韓国とかのその、うん、なんだろう、お買い物とか行った時にやっぱり店頭に出てるもの、お洋服とか可愛いと思って買いたいなと思うんだけど、結構外に長く出てたりするとなんかちょっとそう色味とかがさ、なんか違うかなと思って新しいものあるか聞きたかったりするんだけど、結構それを知らずにそのなんていうの、商品を持ってって日本とかだとさ結構当たり前に新しいものにこう変えてくれたりとかあるんだけど、もう韓国はそのあったものを持ってったらそれを欲しいみたいな感じになっちゃうから、だから私結構それで一回失敗して買い物行って服をこうやって持ってレジに持ってって新しいもの来るかなと思ったら、そのまんまこうやってね包まれて入ってそういったことが、ね、そうあったから、ちょっと新しいものくださいっていう言葉をちょっとお聞きしたいです、はい、丁寧に言うかお聞きしたいですか、はい、教えてください。せがいっさよ。せごいっさよ。せごが新しいもの。せごいっさよ。いっさよありますかって。おお、じゃあ新しいもの欲しいときは店員さんに、あ、いごとか言って、いご、いご、せごいっさよ。いっさよ、なるほどなるほど、いいですね。もしくはね、お姉ちゃんってみんな言うのね、店員さんに、おんに、せごじせよ。あ、おんに、せごじせよって言います。なるほど、お兄さんとかがいたら、おに、せがをつせよ。あ、まあ、なんか丁寧ですね。うん、実際、ヨがヨがついてるから丁寧だしね。せがをつせよ。いいかもしれませんね。あ、そっちの方がいいかもね。うん、いっそよみたいな感じで言うよりは、うん、くださいとかの方がもしかしたら丁寧でいいかもしれません。ね、うん。はい、じゃあ、たまには私が店員さんになろうかな。あ、なんかある。あ、店員さんになる？うん、たまには。じゃあ、いいよ、いいよ。たまには。じゃあ、私、洋服屋さん。うん、洋服屋さんってすっげー難しいよね、ジェスチャー。언니언니네새거있어요어있어요있어요이거주세요새거주세요아감사합니다새거새로운만남이다새거새거새거はい、ということで、うん、こんな感じで、まあ、こんな感じで、うん、まあ、やっぱり頼まれるといいかもね。ありますって言われるよりはくださいの方がもしかしたら丁寧かもしれない。うん、そうだね。じゃあ最後にもう一回ゆっくり言いましょうか。はい、이거새거주세요。이거새거주세요。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは、せーの、ぴょんからのかいばいぼう。おー、取った。